はい、本日はですね、視聴者の方に聞いたパタゴニアのおすすめアイテムトップ7をご紹介していきたいなと思います。いよいよね、パタゴニアのご紹介ということで、アウトドアブランドと聞くと、ノースフェイス、パタゴニア、大体ね、この二大巨頭がパーンと浮かぶと思うんですけど、そうしたら、じゃあパタゴニアやったら、どれが一番人気なんかって僕が言うんじゃなくて、視聴者の方が4000名答えてくれたんですね。なんでか知らんけど、今、蚊がおったな。答えてくれたんですね。で、それは何っていうと、YouTube の方でアンケート機能でお答えいただいたりだとか、あと Instagram の方でね、お答えいただいて、本当に皆さんいつもありがとうございます。でね、今回もね、その集計っていうのをきっちり取らせてもらって、僕はきっちり取れないので、嫁にきっちり、A 型の嫁にきっちり取っていただいて、で、B 型の僕がアバウトに発表していくというスタイルは取らせていただくんですけども、こちらの方にですね、花が綺麗に飾られてるんですね。これはちょっと友人の方からお祝いということで、いろいろね、お祝いの方があったので、それをやらせてもらって、いただいたというものになっておりますので、どうせなら飾っておこうということで、ずっとはね、多分飾れないと思うんですけど、ちょっとだけ、しばらくの期間ここに飾ってると思いますので、ご理解くださいということで、早速今日はもうパタゴニア のランキングいきたいなと思います。なので本日の流れとしてはですね、まずトップ7から7、6、5、4、3、2まで行ってから番外編、ランク外になって意外やったやつとか、そもそもこれ何ですかと全く知りませんわみたいなやつを紹介して、次に1位を紹介しておしまいという順番でいきたいなと思います。ではですね、まず第7位からいきたいなと思います。では第7位というのはこちらの、パタゴニア R2 というフリースジャケットになっております。このフリースジャケットはね、実は R1 といってもう一回り薄いやつがあったりとか、この R2 があったりするんですけど、結構一般的にはこの R2 は使いやすいと言われてるんですね。なのでランクインしたとは思うんですけども、この時期にフリースがランクインしてくるというところのこのパタゴニアのフリースの強さね、詳しくは冬でまた喋るとは思うんですけど、やっぱりあっ圧倒的に品質がいいんですよね。それはね、僕も去年からずっと言ってたんですけど、使い勝手がいいところがね、ランクインしたと思います。ちなみに R1 はランクインしてません。このランクイン の7位の中にはね。それから R1 か R2 かで迷ってはるんやったら、一般的には R2 の方が、おすすめと皆さん答えてはって、もちろん登山とかされるんやったら、登山チャンネル見ていただければ、多分そういうのをご紹介してると思うんですけど、一般的に着るんやったら多分 R2 の方がいいんじゃないかというのを皆さんの方から、教えていただきましたということで、他にもね、やっぱ単体でね、フリースって書いてはるだけの方もいらっしゃったりしてたんで、やっぱりパタゴニアはフリースですかと。以前ノースフェイスの時はね、マウンテンパーカーがずらっと並んだ感じが多かったかなと思うんですよ。結構多いなっていう印象だけど、今回パタゴニアに関してはフリースが多いなっていう印象なんで、それぞれのブランドの強みみたいなのがね、きっちり出てるので面白いなと思うんですけど、そんな感じですよねなんて言ってて、では次第6位に行きたいなと思います。では第6位というのがですね、こちらにはないんですが、キャプリンクルールデイリーグラフィックティーというやつになってます。これはちょっと僕よく知らないんですけど、よく視聴者の方からはね、コメントでこのキャプリン紹介してくださいとか、キャプリンおすすめですとかっていうのは、以前からこのアンケート取る前からこのパタゴニアの動画をレビューしたら必ず入っていっとったんですね。なんやろうなと思ってて、なんやろうなと思ってる間に今この撮影が6月の末になってるんですよ。だからなんやろうなと思ってる間に6月末になっちゃって、でも言うてる間に夏があと2ヶ月ぐらいして終わるから、今年も買わないという感じになるかなと思うんですけど、そこまでね、皆さんがお勧めされるということはよほどいいんでしょうということで、特に僕はこれちょっと持ってないんでよくわからないんですけど、とにかく6位にはこれがランクインしておりました。そして次第5位にさっさと行きたいなと思います。では第5位というのがですね、こちらにはないんですが、テルボヌジャガーズというパンツになっております。これね、ご丁寧にコメントいただいた方がいらっしゃったんですけど、ご存知ない方もいらっしゃるかなと思うんですが、このパンツっていうのが僕が持ってるアイテムでいうところのアルパインライトパンツ的な感じらしいんですよね。それもきっちりコメントに入れてくれとって、めちゃくちゃ分かりやすいアドバイスやなと思ったんですけど、結構パタゴニアの中で定番のパンツというか、ここは押さえとくべきでしょうみたいな感じで、結構パンツではね、唯一入ってました。他はパンツでランキングしてないんですけど、ランキング、これだけ入ってたってことは、そんだけ多分人気とかいいんでしょうね。これはちょっと近々、今年中ぐらいにはまたね、動画撮りたいなとは思ったりするんですけど、このテルボンヌジャガーズが入っておりましたということですね。持ってないのでね、詳細がちょっとわからないので、もうこれもね、ささっと終わって次第4位に行きたいなと思います。ちなみに今撮影してるのが朝の7時ということで、めちゃくちゃ眠たいんですけども、ちょっとね、今日はこの後予定がありますので、早くに撮っておりますなんて言って、次第4位に行きたいなと思います。では第4位というのが、
こちらのフーディニーのジャケットになっております。順調に票がどん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 積み上がってきてですね、7、6、5、4と行くときに、票数がガン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 上がってきてるんですけど、このフーディニーのジャケットもなんかパタゴニアで何が一番おすすめですかって聞いたらこれっていう方もいらっしゃるぐらい、そうかこれって言ってるから良いになってるのか。で以前からねそういうお声チラチラ聞いてたぐらい結構名作らしいんですよね。でこれはいわゆるあれですよね、そのウィンドブレーカーというかこう風よけジャケットにもなるし、まあ、ソフトシェルっていうか、まあ、めちゃくちゃ軽いんですよ。とにかくでソフトシェルっていう、まあ、こういうのってユニクロからも出てるし、いろんなブランドから出てるじゃないですか。ノースフェイス、モンベルとかいろんなとこ出てるけど、一番軽いのこれなんですよね。なんでか言うとたったの 100g しかないで、あのたったの 100g しかないって聞くと2つに分かれると思うんですよ。えめちゃくちゃすごいやんっていうのと、もう片方の方はえ 100g ってそんな軽いことがいいことなんていう方もいらっしゃると思うんですけど、あめちゃくちゃすごいやんっていう方はもちろんご存知だと思うんですけど、何がいいことなんて思う方っていうのは結構街中で着ることが多いと思うんですけど、そういうなんかね登山とかではやっぱりその軽さ 1g でも軽くするのってめちゃくちゃ大事らしいんですね。でそれこそなんか歯磨き粉とかもなんか穴開けて歯磨き粉をちょっと抜いて何グラムか軽くしたりとかすることもあるらしいんですよ、登山家の人とか。それぐらいグラム数にはなんかうるさいらしいので、そう考えたらジャケットのソフトこういう系のジャケットで一番軽いって言われたらそれは重宝しますよね。まあ、なのでね、あの人気あるっていうことだと思うんですけど、まあ、言い方を変えれば余分な機能がついてないからいい意味でコスパを抑えられてるんですよ。でもなんか買い物とかしてたりしたらあれじゃないですか、いやこれめちゃくちゃいいねんけど余分な機能ついてるからなんか値段乗ってるなみたいな、これもうちょっとここ省いてくれたらもっと安くなったんちゃうかなっていうのって家電とかでもあると思うんですけど、まあ、このジャケットがねまさにそういう余分なものを切り落として最低限のものをコンパクトにミニマリストに突き詰めたのがこのジャケットなんですよ。まあ、そうやから多分人気あると思います。決して悪い言い方すると多機能ではない、そのジップとかもダブルジップとかじゃないし、ポケットとかもほんまに1箇所しかないんですよ。だから多機能さは全くないんですけど、まあ、シンプル、いい意味で言ったら研ぎ澄まされてるというか、まあ、そんな感じのジャケットがねこのフーディニというジャケットになってるんかなというふうに思います。これが第4位ね。次第3位に行きたいなと思います。では第3位第2位第1位っていうのはそろそろ皆さん予想できますよね。あの辺ちゃうかなと、あんまりパタゴニア持ってへん僕ですらなんとなく第3位に1位は想像できたんですよね。多分これは入ってくるやろうなと思ったんですけど、そうその通り第3位というのはこちらなんですね。パタゴニアレトロ X というこちらもフリースになっております。第3位に突っ込んできたんですけど、これは多分パタゴニアとかあんま知らへんねんなっていう方でも絶対見たことあると思うんですよね。このモコモコが大体秋冬になったら男子がモコモコしだしたりしたら大体これのオマージュがこれですわっていうぐらいもう定番の形、あこの形を作ったといえばもうパタゴニアっしょと。でまあもともとフリースな、これフリースなんですけどね、このフリースを作ったの自体がもうパタゴニアなんですよ。だからまあ元祖というかさすがというか、まあそんなところでね、3位にランクインしたんやと思います。まあ、ちょっとねこの色は去年出てたモデルなんで、2020年に出てたモデルなんで、ちょっと今年の2021年とか毎年色はちょっと変わってきたりすると思うんですけど、まあ一番ね定番のやつって言えばここのあの青のところがネイビーになってて、この紫のところがちょっとオフホワイトみたいになってるのがよく見るなみたいな、こうワンちゃんみたいな感じのね 毛がふわふわしてるような感じのよく見ると思うんですけど、まあ、あれは定番ですよね。まあ、一着持っとって損ないやろうなって、まあ、僕自身も持ってて思います。まあ、ただちょっと時期が違うんでね、今これについて多くは語ることないんですけど、まあ、このレトロ X がランクインしておりました。ちなみに票数的には倍ぐらい、4位と3位の違いは倍ぐらいあるので、フーディニーとこのレトロ X は倍ぐらいガンとランキングが上がってきて、ほんで次2位を発表する前にさっき番外編いきましょうかっていうのも、2位1位っていうのがもうこれ答えから言うんですけど、どっちかなんですよ。バギーズショーツかバギーズロングか、どっちかが1位でどっちかが2位でどっちかが1位でどっちかが2位っていう感じなんですよ。そやから、まあそれはね皆さんにこう予想してもらって、さあどっちなんだいって思ってもらったらいいと思うんですけど、まあまずその前にね、あの番外編いきますわ。ちょっと最初とはちょっと順番変わりましたけど言いますわ。じゃあ他ね、パタゴニアでどんな票を皆さんからいただいてたなんかというとですね、これ意外やなと思ったのが少なかったんですけど、シンチラスナップティー、スナップティーもこれ結構人気で、もうあのかの有名な木村拓哉さんが着てたっていうところで皆さんこれお好きでしょうと思ったんですけど、全然票入ってなかったですね。あこれ意外やなと思ったりだとか、あとそれ以外にもあの P6 のロゴの T シャツあるじゃないですか、後ろにねこうパタゴニアって入ってる半袖の T シャツとか皆さんこう着てる方多いと思うんですけど、あれもランクインしてくるやろうなと思ったら全くほぼほぼ票入ってなかったんで、あこれも意外やなと。まあ確かにパタゴニアと言われ
れば何って言われた時に、あの T シャツ出すのは一番ではないかなと。確かにそれは上位3つ教えてって言われたら入ってくるかもしれないけど、一番いいの何って言われたりして、まあ、あの T シャツ確かに入ってこへんなと思ったりするので、まあその感じかなと思いますし、それ以外にはあトレントしてるね、マウンテンパーカー系もほぼほぼ票入ってない。あパタゴニアのマウンテンパーカーあんま人気ないねんなと思ったんですけど、そんな感じですね。で他にはね、バギーズショーツとかロングじゃなくてバギーズのジャケットあるんですよ。それもあの言い方は結構クラシックな感じで男臭い感じにもなるし、言い方変えれば作業員みたいな感じにもなるんですけど、それもあ、ね、全然人気なかったですね。結構あの定番のアイテムなんですけど、あんまり人気がなかった。でそれ以外にまあ小物で言ったキャップとかね、であのさっき言ったロゴの T シャツバージョンじゃなくてロゴのパーカーバージョンとかもあるんですけど、それも全然人気なかった。票も1票2票ぐらいしか入ってなかったということになってますね。はい、というのが一応番外編ということになっていまして、最後はね、1位2位を発表したいなと思うんですけども、これがじゃあどっちなのか、バギーズロングが1位なのか2位なのか、ショーツが1位なのか2位なのか、これ実は1位と2位は倍ぐらい票が離れております。なので2位の方に関してはこのレトロ X とほぼほぼ票変わらんけど、1位はドカーンと、トップになっておりますので、まあその辺をね予想して楽しんでもらえたらなと思うんですが、もうでは1位を発表します。なので、呼ばれなかった方が2位、呼ばれた方が1位と思ってください。ということで、パタゴニア人気アイテム第1位というのはですね、こちらです。パタゴニアバギーズショーツになっております。ショーツの方がね短い方が1位になっておりまして、長い方バギーズロングの方が2位になってるんですけど、これがねダブルスコア入ってます。こっちの方が下になってて、ショーツの方が上になってるんですけど、まあ、はっきり言ってねこの辺は好みやと思います。よく僕の動画でコメントいただいてるのはロングの方が好きっていう方が結構コメント的には多いかなって今まで思ってたんですよ、この動画出した時とかね。やけどまあコメントされてない方の方が多いので普段ね、だからこうやってアンケート取ったりしてみたら、ショーツの方が断然多かったという結果にはなってて、それこそねちょっと余談なんですけど、僕結構服とか買いに行ったりしたら店員さんがね、あ拓蔵さんですよねって気づいてくれはる方結構いらっしゃるんですよね。まあ特に僕メンズファッションをよく買って紹介してるっていうのもあると思うんですけど、あ拓蔵さんですよねってよくそのセレクトショップの店員さんとかから言われたりしてて、あそうなんですみたいな、今日何買いに来はったんですかとかっていう話してて、まあいろいろ買い物するじゃないですか。で最後出口とか行った時にね、で出口でね店員さんからアドバイスもくださいみたいな時もあるんですよ。でそれ何かって言ったら、なんか今度ねショーツ買おうと思ってて、バギーズショーツ買おうと思ってるんですけど、どっちの方がいいですかねみたいな感じで質問されたりするんですよ。で拓蔵さん動画出されてますよねって言われて、ああ僕出しますねみたいな話して、僕どっちの方がいいと思いますかって質問を受けたりしたら、なんでお前店員さんに質問されねえって感じなんですけど、まあ、質問を受けたりとかしたらですね、やっぱ大体アパレルの店員さんってスタイルいいじゃないですか。そんなめちゃくちゃスタイル悪い方って少ないと思うので、スタイルいい店員さんみたいな方やったら、お兄さんみたいな方やったら、多分ショーツの方がスタイルがこう綺麗に出てくるとは思うんですけど、まあ、ちょっとふくよかやとかやり、まあ、ちょっと足が短かったりしたらロングの方がどっちかと隠せれるとは思うんで、まあ、お兄さんやったらショーツの方が僕いいと思うんですけどねって僕が店員さんみたいな喋り方するんですね。なんで店員さんもあそうですかありがとうございますって言われたりするんですけど、まあ、それぐらい僕の個人的な感覚としてはまあショーツの方が僕も好きやったんですけど、まあ、視聴者さんも結構ショーツの方が好きな方が多かったというのがランクインで出ておりました。はい、ということでね、過去今までノースフェイスのランキングもやったし、アークテリクスもやったし、これでパタゴニアもやったということで、近々、視聴者の方が好きなアウトドアブランドっていうのも、募集しておりますので、それのね、動画もまた来週ぐらいに発表したいなというふうに思います。ということで本日はですね、パタゴニアのおすすめアイテムトップ7をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。